目玉親子のニュースウォッチング。最近カルロス・ゴーンさんがすごい話題になってるんですけど、うん、あれってどうなの？ね、いいのか悪いのか犯罪なのか、どうやってね楽器のケースに入ったのかとか、なんかそういうことが話題になってるけど、もうちょっと本質的なところを、その弁護をしてたね高野さんという人がブログに自分の考えを書いて、それがちょっと話題になってるんだよね、うん、逃亡の話を聞いてまずは怒りが込み上げたんだけれども、よく考えるとまあその気持ちはわからないではないっていうような、ブログを書いて、でそれを読むとなかなかいい内容なんだよね。でそれはゴーンさんとその弁護士のね高野さんがどういう会話をしたかっていうようなことも書かれてあって、でゴーンさんが日本の、まあ、逮捕された後日本のその司法制度を知って驚くわけ。その普通は逮捕されて、拘束できるのはヨーロッパなんかは二十何時間とか、まあ、2日ぐらいなんだよねせいぜい。しかもその取り調べに弁護士が立ち会えないっていう国なんかないわけ、うん、おかしいもんねだってそんな。でしかもそのじゃあ取り調べは可視化するために録画してるかっていうと、それもしてないわけ。今はするようになったけど、それも一部の、まあ、取り調べしか録画してないから、だからそこは大きな問題があって、でその弁護士さんにね、高川さんにゴーンさんは、どうしてなんだと、それはおかしいんじゃないかということをいろいろ言うんだけれども、例えばねその弁護士さんはもうこう説明した。残念ながらこの国では刑事被告人にとって公正な裁判など期待することはできない。裁判官は独立した司法官ではない官僚組織の一部だ。日本のメディアは検察庁の広報機関に過ぎない。しかし多くの日本人はそのことに気づいてない。あなたもそうだ。20年間日本の巨大企業の経営者として働いていながら日本の司法の実態については知らなかったでしょ。まあこんな会話をする。それさえいいね、うん、で逮捕されたらすぐに保釈金を積んで釈放されると思っていたって言ったら、ゴーンさんはもちろんそうだ、うん、で弁護士さんはね、英米でもヨーロッパでもそれが当たり前だ、20日間も拘束されるなんてテロリストぐらいしかいないでしょう、うん、でもこの国は違う。テロリストもまあ盗っ人も政治家もカリスマ経営者もみんな逮捕されたら23日間拘束されて、毎日5時間も6時間も時には夜通しで弁護士の立ち会いもないなしに尋問を受け続ける。罪を白状しなかったらその後も延々と拘束され続ける。誰もその実態を知らない。みんな日本人は人権が保障された文明国だと思い込んでる。っていうとゴーンさんは公正な裁判は期待できないなっていうような、そういう会話があって、で23日間って今言ったけど、23日間経った後も検察の裁量で証拠隠滅の恐れがあるとしてまた1ヶ月2ヶ月とこう延長できるわけ。だからそれで、ね、例えば森友学園で籠池さんって言ったじゃん、うん、あの人300日拘留されたのね、うん、それは日本の司法制度が悪いから、ちゃんと私はフェアな、裁判を受けられないと、うん、だから脱出して国外から自分の主張を言いたいんだっていうことをなんか言ったんだよね。でそれがじゃあゴンさんは何を問題にしてるのかっていうと、うん、日本の司法制度はちょっと人質司法っていうねやり方があって、うん、それで国際的にも非難されてるんだけど、うん、まず小さい罪でもう逮捕して拘留して、そのまんま100日とか半年とかずっと刑務所に、まあ、拘置所に入れながらそこでずっと尋問していくのね、うん、でその時に普通は弁護士も立ち会えるんだけど、
それは警察の判断で弁護士の立ち会いはこのなんていうの拒否できるわけ、うん、だから弁護士の立ち会いなしに100日間、まあ、あの拘束できるっていうのは世界に類がないんだよね、うん、それもう完全にさ黒も白にできるじゃんみたいな、白も黒にできるし、結局ねその自白に頼って、うん、検察が有罪にしてきたっていうのは日本のやり方で、だからいっぱい冤罪事件が生まれてるし、うん、冤罪事件の人はやっぱりみんな自白しちゃってるんだよね、やってないことを、うん、カルロス・ゴーンっていう人はそもそも何のどういう立場の人で何をして、なんか話題になってるのかをまず教えてください。カルロス・ゴーンは、はい、あの日産が倒産しそうになった時に、うん、世界の、ね、自動車会社に助けてくれって言ったんだけど、うん、どこも助けてくれなくて、うん、結局フランスのルノーがお金を出して助けてくれて、うん、その代わりにっていうか、そこでゴーンがそのルノーから、うん、日産のトップに派遣されて、うん、それで日産を業績をね立て直したんだよね、すごいこう、まあ、リストラとかもやったんだけど、結果日産はいい車をまた作り出したし、救世主という扱いでずっと来たんだけれども、あ、うん、でもなんか今さ結構言われてるのが、うん、首切っただけじゃんみたいな感じでさ、またいい車を作り出してるってところにはあんまり焦点を置かれてないよね。そうだね、やっぱりこうすごく絞って昔のフェアレディ Z をもう一回復活させたりとか、うん、電気自動車のリーフとか、うん、やっぱりそのトヨタなんかがハイブリッドって言って、ハイブリッドではもう追いつけないから電気自動車だって言って、うん、まあ、電気自動車力入れたり、やっぱり長期戦略もすごいいいものがあったんだよ。でそのヒーローだったゴーンさんが、うん、なぜか今大役人になってるよね、うん、でそれは何をしたかっていうと、結局その、なぜ捕まったかっていうのを言うと、ルノーが持ち株が日産の株をいっぱい持ってるから、うん、その今は2つの会社だけど1つの会社に経営統合しようという企みがあったわけ、うんうん、でゴンさんはそれに最初抵抗してたんだけれども、うん、やっぱりノーと言えなくなってきて、うん、そうした時に、まあ、ここからは推測の話になるけれども、うん、日産の取締役の何人かがその日本の検察と取引をして、それでその司法制度っていうね、まあ、司法取引っていうのをやったわけ、うん、でゴーンの罪を証言するから私の罪は勘弁したねみたいな、うん、それは根も葉もない推論ではない。いや推論ではなくて物的証拠が出てないけれども、うん、まあその司法取引をしたというのは大体確かなことになってる、うん、カルロス・ゴーンさんの罪としてはどんなことが挙げられるの？結局最初にやられたのは、うん、自分が報酬をいっぱいこうもらっていくと、すごくね税金が多いから、うん、その将来、ね、例えば10年後にいくらいくらもらうみたいな、うん、そういうこう報酬の受け取り方を作ったわけ、うん、でその報酬の受け取り方をめぐって、それは今の報酬を過小報告してるんじゃないかっていう、うん、そういう罪に問われたわけ、うん、最初はその報酬を過小報告して税金逃れをしたんじゃないかと、うん、まあそれはね罪としてはまあ大きな罪だからね、うん、脱税っていうのは、うんうん、それでまず逮捕されて、うん、そのうちにもっと自分の妻名義のなんか会社に横流したんじゃないかとか、まあ、いろんな背任っていうんだけど、うん、そういう罪もまた問われて、うん、それででもカルロス・ゴーンさんがやったその経済犯は、うん、それは確かに犯罪を犯したんじゃない？いやそれはだからそれが犯罪になるかどうかっていうのは裁判の中で争っていくわけ、うん、
って、まあゴーンさんの弁護人は無罪にする自信があると言って、まあゴーンさんに説得してたんだけど、やっぱりゴーンさんにしてみたら、あの奥さんとの面会もねできないようにされて、まあ、保釈されたけれども奥さんとも会えない、ね、すごい監視されてるとかっていうような、あの状況はもう保釈されてる身じゃなくて、これも刑罰の一部なんじゃないかと思って、だからなんか何この見てる人たちが知りたいのは、うん、多分その勝てる勝てないとかじゃなくて、事実どっちが悪い、どっちがっていうか、クラス・ゴーンさんが本当には悪いことをしたのかしてないのかっていうことだと思う。それを明らかにするのは裁判だからね。いやだから分かんないでしょ、まだ分かんないよ。ゴーンさんがどこやったことのどこまでが真実かっていうのはまだ分かってないけど、これからの裁判で分かっていくっていうことなんだ。やったことはある程度分かってるけど、うん、それが罪なのかどうかっていうところで争う。例えばそのさっき言った自分の報酬を将来に回して、今の報酬を少なくしたっていうのは、社長を辞めたけど才川さんっていうね日本人の重役も同じことをしていたし、でも彼がまあ司法取引したんじゃないかと。で彼は罪を問われてないわけ。それは横流ししたみたいな、渋谷の家族。それも、違法だったのかどうかっていうのはこれから争う。日本は、ゴンさんが今滞在しているレバノンに犯罪人を引き渡してくれということを申し出てんだけど、あっちの政府はそれを拒否したのね。でなぜかっていうと、その犯罪取引、犯罪人引き渡し条約っていうのは国と国で結ぶものであって。そのレバノンと日本は結んでないわけで、調べてみると日本が犯罪引き渡し人、犯罪人引き渡し条約を結んでるのはアメリカと韓国の2カ国しかなかった。でちなみにフランスは96カ国と結んでるし、イギリスは115カ国、アメリカは69カ国らしいんだよ。だから極端に日本はその犯罪に引き渡し条約を結べていない。それにはやっぱり日本の司法制度をが海外から疑問視されてるっていう風に見てる人もいるんだよね。でゴーンさんがやったことは日本の法律の中では違法、それはもう明白、うん、だけどそれをものすごい重罪だ、逃亡者だっていう人もいるけれども、その国会に逃亡したっていうね、罪だけだと、まあ、懲役1年以下で、そんな重罪っていうほどのもんじゃないんだよね。だからウォンさんはただ逃げて隠れっていうつもりじゃなくて、逃げてちゃんとどっちが公正で、ね、何が犯罪かをまたこう国際的な目の中で、まあ、明らかにしましょうという態度は貫いてるから、そこはこれから注目していくところ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。